はるかさんは、北海道札幌市南区上山系にある山。標高906.7メートル。札幌市の北端に位置し、境界線を挟んで、小樽市川にある、数堺尻山と向かい合っている。古くは、はるか山と呼ばれていたが、鉄道の案内書などに記載された、はるか山という表記が広まって、現在に至る。 1935年頃にスキーコースが開作されたことがあり、以来スキーの山として知られている。北陸の小樽市春夏町にはスノークルーズオーンズが立地する。頂上近くには山小屋の銀霊荘がある。第二次大戦中に一度消失したものの、1960年に再建され、東海大学によって管理されている。登山道は二通り。 北側のルートは、小樽市桂丘の市街地作用から入り、林道と並行して伸びる登山道をたどって、千箱峠を通過して、銀霊層に至る。南側のルートは、ヘルベチアヒュッテ近くの林道ゲートから入り、そのまま銀霊層までずっと林道をたどっていく。ABC 梅沢菅原 2015P62ABC 札幌の山々 P39 梅沢菅原 2015P63 梅沢菅原 2015P64 梅沢菅原 2015P67 ありがとうございます。